はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ17、仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーです。このパラドックスがマザーラップした姿ですね、はい、レベル99でね、うん、エグゼイドに対抗する力だね。そうだね、うん、じゃあ早速開けていきましょう。はい、大きい、うん、はい、こちらが仮面ライダーパラドックスのレベル99ですね。はい、すごいね。めちゃくちゃかっこいい。かっこいいね、これね。ちょっと中華っぽいのかな、服がね。多分ね。うん。ちなみにパラドックスのレベル50と比較するとこんな感じですね。うん、ごっつさとかが全部なくなってますね。うん。戦いやすい感じになってるんじゃないですか。はい。はい、顔はこんな感じですね。ちょっと怖い系だよね。うん。あ、やっぱりちょっと怖くなるのかな。パラドックス凶暴化するのかな。わかんない。で、お腹の部分からこの下の前掛け部分まで全てパズルとこの炎のマークになってますね。うん、これはすごい。この辺の前掛けとかこのスカートみたいなところ、うん、これは全部軟質でできておりますね、はい、だからちょっと干渉しなさそうだね、うん、この裏側の丸い部分はレベル50と同じなんだけど、うん、回んない。あ、回んないか、うん、まあ変更することがないからね、うん、これはただの飾りだね。そしてこちらがパラブレイガンですね、はい、あの昨日デラックス版を紹介したんですけれども、うん、それと比較するとやっぱ全然こっちの方が迫力が違うね、うん、もうかなりアックスって感じするもんこれ、うんうん、でこれ自体も軟質でできております、はい、裏返すとガンになります。そうだね、柔らかいよこれ、うん、はい、まずエイシン君がポージングしてくれましたけども、おいいね、うん、いい感じ。やっぱこれ大きいからさ、うん、すごい迫力ある。そうだね、うん、あ、いい感じですね。はい、パパもポージングしてみました。こんな感じ、ガンモードにしてみた、うん、でね、かっこいいね。ちょっとね、横にこう構えてる銃、ここかっこいいっしょ、これ、うん、いいよね、これ、うん、いい感じ。すごいかっこいい。パラドックスの野郎はどこへ行きやがったんだ。俺は一気に片付けてやるのに。待たせたな、ゲームを楽しもうぜ。現れたな、一気に片付けてやる。トト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 どうだ、お前に太刀打ちできるのはレベル50の俺だけだ。そうかな、今までの俺とは違うぜ。なんだと？何者だお前。仮面ライダーパラドックスレベル99だと？エグゼイドと同じか。面白い、俺の必殺技を食らえ。そんなバカな。お前の攻撃なんてゴミだ。ゴミだと？そんなにパワーが上がったのか。次はこっちから反撃させてもらう。何？ゲームっていうのはこういうもんだ。うわっ、確かにすごいパワーが上がっているが、俺だって遠距離攻撃トゥ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 。うわっ、うわっ、まずい、これはそんなバカな。また遊ぼうな、スナイプ。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ17、仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。